土佐豊正樹は、高知県土佐市出身で時津風部屋に所属していた、元大相撲力士。本名は森下正樹、愛称は五里。現役時代の体格は、身長178センチメートル、体重144キログラム、血液型は大型。特異種は、右四つ、投げ。最高位は、東前頭筆頭。趣味は、戦友巡り。現在は、 時津風部屋師匠として、更新の指導に当たっている。高知県立高知工業高等学校時代に、高校横綱のタイトルを獲得し、東京農業大学に進学した。学生相撲でも活躍して4冠を達成するが、幕下付けで対象のタイトル獲得は果たせなかった。2007年3月場所にて、前相撲で初土俵を踏み、一番出世を果たした。 高知高校卒業者の各界入りは、マスツヨシ以来、5月場所王女の口で6勝1敗とすると、7月場所から11月場所まで序2段、3段目、幕下の各段を3場所連続で優勝すると、翌2008年1月場所は、東幕下4枚目で5勝2敗とし、高鉄山に並ぶ、史上最速隊の前相撲からの所要を6場所での重量昇進を果たした。 この間、2007年5月場所6日目に、東洋大学出身で、同期の寺下に敗れてから、2008年1月場所11日目に、アランに敗れるまで、幕下以下の連勝記録では、最長となる30連勝を記録した。戸佐豊は引退後、一敗しただけで40枚も差がついた。あの黒星で気が引き締まって、連勝につながったと語っている。2008年3月場所で、 新十両に昇進。高知県からの新十両は2006年9月場所の土地王山以来。その場所は場所前に前市長と兄弟市が女の口引き死行講事件で逮捕、書類送検された余波もあってか中盤まで不審が続き、その後持ち直したものの12日目に右足の指を痛めた影響もあり6勝を9敗に終わり。 5月場所は幕下筆頭に陥落したが勝ち越して、7月場所には十両に復帰しその場所で勝ち越し、9月場所は11勝4敗と好成績を上げた。十両2枚目で迎えた11月場所では、先週楽で負け越して、新入幕を逃した。2009年、1月場所と3月場所で連続で勝ち越し、そして東十両筆頭で迎えた5月場所で9勝6敗で勝ち越して、 7月場所で新入幕。高知県からの新入幕は、2007年3月場所の土地王残以来、16代、時津風の師匠在任中としても最初の新入幕。その場所は、西前頭14枚目で8勝7敗と勝ち越した。翌、9月場所は6勝9敗と幕打ちで初めて負け越した。この場所はうっちゃりを打とうとする場面が目立ち、師匠の時津風が、 場所12日目のドスコイ FM の中継で僕も危ないから止めろって言ったんですけど今場所はうっちゃりにかけてますとかわけのわからんことを言ってましたとその試みをけげんそうに見守っていた。翌11月場所は8勝7敗と2場所ぶりに勝ち越した。2010年1月場所では10勝5敗と幕内で初めての2桁勝利を挙げた。 2011年7月場所は東前頭筆頭まで番付を上げた。その場所は3日目のこと、欧州戦で負傷してしまい、4日目から初土俵以来初の途中休場となった。全治3ヶ月とされていたが、翌9月場所は強行出場して4勝11敗と大きく負け越し、11月場所では重量に陥落。1場所で幕内へ戻ったが、 翌2012年1月場所で4勝11敗と大きく負け越して、翌3月場所では再び重量に陥落した。7月場所では負傷のため8日目から途中休場し、翌9月場所以降は休場を続け、3段目まで番付が降下していた。休場中は地元高知県内のリハビリ施設で絶望感にさいなまれ、大相撲中継が テレビで放映されると無意識に遠ざかるなどしており、この時は引退も考えていたが、後の妻となる小泉恵里から1日も欠かさず連絡を受けたことで、折れそうな心が支えられ、現役続投を決めた。2013年3月場所より復帰。休場直後に手術して、普通に歩けなかった状態から半年間にわたる、リハビリを行ったと伝わっている。 復帰した3月場所は7戦全勝前で3段目優勝を果たし完全復活を果たした。その後番付を西幕下12枚目まで戻したが同年9月場所は3連敗の後に途中休場。翌11月場所では7戦全勝前で単独での幕下優勝を果たした。西幕下5枚目まで番付を上げた2014年。 1>, 1月場所でも5勝2敗の好成績を上げ、東幕下筆頭となった翌、3月場所でも5勝2敗の好成績を上げ、翌、5月場所では11場所ぶりの重量復帰となった。2015年1月場所では2度目の再入幕、戦後最も回の番付から再入幕を果たした記録となり、また、木の嵐以来となる史上2度目の幕内から3段目まで、 陥落した後の再入幕となった。ところが、この場所は一生も上げられず三日目から、途中休場。以降も膝の状態が思わしくなく、同年、五月場所は西十両14枚目と幕下陥落まで、後がないところまで地位を下げ、この場所を7勝8敗で終えて、関取の地位を離れた。再び幕下に転落すると、1勝6敗と大きく、負け越し、場所後に、 両膝の手術を受けた。その後に場所の全球を挟んで三段目に落ちた2016年1月場所で再起をかけた土俵に上がるも、すでにこのままでは日常生活がまともに送れないかもしれない。将来のことを考えてと土俵復帰は諦めており、場所の13日目に現役を引退した。引退後は年寄り味川を襲名した。二千十六年二月五日、タレントで マジシャンの小泉恵里との結婚を発表。10月2日に挙式と披露宴と断髪式が行われた。同年10月には、年寄り名跡を、スケノ山へ変更した。2018年4月20日には、先代の死去により秋名跡となっていた、年寄り名跡、マガキを襲名した。引退当初に襲名した、味川及び、スケノ山はそれぞれ網二式。 地洋取りからの仮名跡だったが、間垣の名跡は正式に取得したとみられる。なお年寄り名跡を襲名した昭和60年代生まれの力士第一号である。2019年1月31日の理事会、年寄り総会の結果、33歳にして、年寄りの花形の部署である審判部に移動。間垣は記者会見で審判部へ移動の決定に対する。 驚きの気持ちを明かした。2021年2月22日、仙台時津風が不祥事により、教会から退職勧告処分を受けたことに伴い、年寄り名跡を間書きから時津風に変更、17代時津風を襲名、部屋を継承して、師匠となった。時津風は同月24日にマスコミの代表取材に応じ、緊張感はすごくあります。 伝統のある部屋なので、その重みを感じているところです。双葉山関の起こした部屋でもありますし、大関もいるし、豊山もいる。幕下も上位にたくさん上がってきている。いい雰囲気でやっていければいいと思いますと心境を語っている。学生時代は、左上手を引いてからの豪快な上、手投げやつりを得意としていた。しかし大相撲入り後はそうした相撲では通用しないと、痛感。 低い立ち合いから両手をすくや上げるようにして諸さしとなり、一気に走る速攻相撲を体得した。本人は、後年、自分は手が小さいので締め込みだと回しが取れないし、組んだら体の大きい人に力負けする。突き押しもできないし、日本差しを目指そうと思ったとコメントしている。諸さし速攻が決まれば上位力士を破ることができた。 2011年7月場所で膝を怪我してからは、本来の相撲が取れなくなり、本人曰く、引き技も多く寄り切れない、前にも出られないし、後ろにも下がれないと苦労していた。現役終盤には当たって引くかいなすしかできなくなり、相手のしくじりを期待する自分が嫌だったと葛藤を抱えながらの土俵であった。ありがとうございます。